滑り出しのピッチングからは信じられないのはスタンディッチですが、さあそのスタンディッチにヤフオクドームホークスファンが手を叩いてエールを送ります。ランナースタート、空振り、星川が送球、タッチする、タッチアウト、陽大館三振、中島竹也はスティールアウト、一瞬にして2アウトランナーラストとなりました。いや最高の結果じゃないでしょうかね。低めにしっかり変化球を投げて、細川選手もしっかり準備してますからね、まあ、ですので楽々とアウト、今年一番のスローイングだったんじゃないでしょうかね。今のはね、ここ一番で今年一番のスローイングできるのがすごいものですね、はい、今のはバッテリー、素晴らしかったですよ。そうですね、はい、空振り取った球も序盤戦見せていたようなスタンディッチ、いいところへの変化球でした。一瞬にして2アウトランナーなし、絶好の反撃へ向けての糸口をつかんだかと思われたファイターズですが、陽大館が空振り三振で、中島拓也が三振ゲッツ、スティールアウト、そして中田翔のこの大きな当たりはちょっとね詰まってたんですかね最後ね。まあしかし、はい、先ほどのね三振ゲッツ、素晴らしいスローイングでしたね、細川ですね。まあ、これあのどういう形で試合が終わるか分かりませんが、試合全体を振り返ってもう一度見返したときに、あのプレーがターニングポイントとなってもおかしくない守りのプレーでしたでしょうか。そうですね、やっぱりフォアボールで出したランナーでしたからね、ちょっと流れがおやおやという感じになったところでのダブルプレーですからね、大きいですよね。